黒色塗り小大小五白絵、ツバ、縁や頭、目抜き、名石黒正美作、18世紀か19世紀、小柄、郊外、名柳川直政作、18世紀、江戸時代、東京富士美術館ツバ、ツバは、刀剣の柄と刀身との間に挟んで、柄を握る手を防護する部位もしくは部具の名称である。丸型のツバのついた、 江戸時代の一般的な様式の内型な日本における、ツの起源は少なくとも古墳時代まで遡ることが知られ、鉄製、または鉄地混同層の東蘭系と呼ばれるツが、下物地立ちや関東大塔などの装飾不大塔に、付帯して各地で発掘されている。ツを、古くは、罪は、罪並みと言ったが詰まって、ツとなった。 その後、日本独自の刀剣の様式が確立されていくに、従い、唾も重要な刀層武具として発展する。日本の刀層の場合、立ち様式のものではなく内型様式の刺す刀に唾が付くようになったのは、南北朝時代から室町時代に入った時期であり、下級の足軽の用いるような普及品の刀層に至るまで刀に大型の唾が付くようになったのは、 大阪の人の前後のことである。各種の資料や自社の遺品からは、安土桃山時代ではまだ消耗品としての低級な刀層では、唾がないか、ついたとしても総じて小ぶりなものであったことが伺われる。なお、日本刀の場合、唾の目的は刀を握った手を守る、というよりはついた際に、自分の手が刃の方に滑らないようにするためのもので、敵の刃から、 自分の手を守ることは二次的なものである。恋口を切る上で利便であることや、闘身との重量のバランスを取ることが、燕の重要な役目である。日本刀の燕、燕各種日本の刀層として確立された様式では、燕の中央に穴を開け、切り刃と呼ばれる2枚1組の薄い金属の板で、挟み込んで刀身の茎に差し込み、目くぎを茎に開けた茎穴を通して柄に固定し、 刀身と柄を接合する。粒の形状には丸型、煽り形、木工形、拳形、角形、クエデ形など、大小種種ある。儀礼用の立ち用の粒は、大切り葉,葉と呼ばれる、大きな切り葉と材質及び、色を変えた切り葉を何枚も組み合わせて、刀装装飾の一部とするのが正式な、様式であった。この粒の様式は、 後に立ち型の軍刀の様式としても用いられている。また、儀礼用立の代表である、飾り立ちには、刀綱友と呼ばれる大陸の刀層の様式を模したものが使われている。材質は、鉄、銅、金、銀、真鍮もしくはそれらの合金や複数の素材を組み合わせたものが使われた。金や銀は主に土金の素材として装飾に使われたが、桃山木には、 純度の高い金を唾そのものの材質とした金無垢のものが登場している。また、平安期から戦国時代においては、蓮川と呼ばれる川を切り出して、漆や仁川で塗り固めたものが立ちを中心に用いられており、担当や腰刀の中で唾を持たないものには、柄円剣用の覚醒のものも多くあった。刀剣の形式が立ち様式から抜き打ちに主弁な内刀様式に、 変化すると、単鉄を極めて薄手に叩きしめた、古刀昇翼や、古甲冑室場と呼ばれる、素朴な風合いの鉄ばが作られるようになる。これは、内刀が当初軽拝の用いた武器であったために、あくまでも実用性を重視した中で、刀昇、甲冑室場が作られたためである。この刀昇、甲冑師に施される装飾は単に鉄地を簡単な、文様をくり抜いたもので、 これを、影塔と呼んでいる。ついで、室町将軍家に従属した、同胞州の聖網派が、デザイン性に優れた、個性網と呼称される図柄を残し地を抜いた、地頭つを創始し、桃山時代には、梅田だ赤都市、金華、新華などの巨匠が、それぞれ独自の教育を切り開いて、芸術性の高い作品を多く残している。この他にも無名ながら、 衣装の繊細さで知られる系通る、武人の厳しい精神性を内包する終わり、金山津は、尺道地に深い堀を施した実の、鉄地に真鍮を貫入した応仁や平安城を造眼。細川山最後の実の和尾趣味の平田、林、西垣、清水などの日ごつは、射辰さの赤坂、竜図を得意とした古修全器内派、植物を画題として多く用いた武州伊藤派、 犬の目造眼の南蛮、年久、上位、安地下、そして、清水などの名人を輩出した、奈良花道、全国各地で、足したような燕が作られた。燕標法に天一流。剣豪として知られる、宮本武蔵はまた数多くの燕を考案し、自らも多くの燕を製作したとされ、武蔵燕と呼ばれる左右生子等の図案は有名である。現代において、 剣術や刃に使われる実用を目的とした日本刀やそれらの武道の練習用の模擬刀用の唾には古式の著名な唾の図案を模倣、もしくは借用しているものも多く、材質にはステンレスやアルミといった近代合金が使われているものもある。剣道型などの形稽古に用いられる木刀の唾は木工型であることが多く、色は茶色、材質は主にプラスチック。 水牛側である。装飾的な別構成のものなども存在する。剣道の試合に用いられる市内の燕も、木刀の燕と色や材質は同じであるが、形は円形である。近年では様々な模様や色のものが販売されているが、公式試合では茶色の円形燕と定められている。燕贅合という語がある。これは剣道等の試合で相手の刀を つば元で受け止めたまま押し合うことから、激しく、勝敗を争う、という意味である。つば試合ということもある。ただし、真剣での戦闘においては、つばぜり合いは、ほとんどなかったと考えられている。昭和の県政と言われた、中山博道は、昭和12年間、日本剣道と西洋剣技において、古来の真剣勝負においてつばぜり合いになった例は、皆無といっても、 過言ではないという意味のことを述べている。実戦では刀を持って相対しているからといって、刀のみによる勝負をする必要はなく、唾があって、相手が押せばこちらは引いて、相手のバランスを崩し、また相手の腕を掴んで引き倒す体験格闘に持っていくからである。現代にも継承されている古流剣術の流派には、刀の扱い方に並列して組み合っての格闘や、 足術を重視している流派も多く、実際の戦闘で延々とツバゼリアを行うような一気打ちが行われた可能性は低い。V 名称西洋の剣のツバは剣によって様々である。ロングソードに主に用いられているシンプルな十字型のものや、レイピアに用いられている複雑な曲線を描いたものや、海上のもの、カップ状のもの、ブロードソードやサーベルには、 S 字型や拳を完全に覆ったものなどがある。いずれも拳を守るためだけではなく、この部分で相手の剣を引っ掛けて弾き飛ばしたり、この部位で直接殴りつけたりするものでもあった。西洋の刀剣、特に近世以降のものは、燕と柄とが一体となっているような構造及び、デザインのものが多く、ヒルトという単語は、燕、柄も含めた用語であり、日本刀のように、 つと柄を明確に分離して捉えた用語では必ずしもないため、この翻訳においては注意を要する。ありがとうございます。